21です。二人とも。はい。ないです。もうすぐ2年です。塾で出会って、最初なんか、疲れてたの、一人の人から。で、彼氏が、奪おうって言って付き合った。うわ、奪い合いです、これが。1年半前です。金銭面がおかしかったです。気前も良くて、私とデートするときは、まあ、全額出してくれたりとか、全然私に負担はなかったんですけど、その分まあ半同棲みたいなしてたんですけど、家の水道が止まったりとかえみたいな、まあまあまあなんかいろいろあるなみたいな感じの人だったんで、この先はないかなって。私その時でも本当に好きだったから、それでも一緒にいたいとか思っちゃってたんですけど、そのやっぱライフラインで、しかも最後に止まる水道が止まるってやばいよみたいな友達からも言われて、ああ。あ、でもあるかもしれないですね。何あります、タップル。もう Tinder はないって思ってたんで最初から、まあ、タップルが、まあ、顔面数値も高くて、まあ、大人な男性がいるってこと情報を耳に入れました。そうです、ご飯とかは行きました。え、でも5人ぐらいです。いや、そこまでの感情は生まれなかった。元彼と別れて、その期間の埋め合わせというか、私も良くなかったんですけど、うん、インスタの方があるよね。インスタは主流、うん、一応多いのはあのストーリーに反応して向こうから今度飲もうとか遊ぼうみたいな。そうか、あと話してたらね、なんか信頼できるって、顔も乗ってれば相手が。でもいきなりフォローしてくるのも多いですよ。とりあえず認証して、ほら、ありがとうございます。あ、認証して、声めっちゃちっちゃい。じゃあ認証して、うん、何も言わない。あ、こっちからね。そうだね、こっちから。まあ言っても返さない。あ、偉いね。うん、なんかインスタでフォローありがとうございますってくるとなんかうおってなっちゃうっていうタイプもいます。一応返すだけ。それはだってなんか礼儀かなみたいな。高校生の時とかはそれこそ靴下売ってくださいとか1万円ぐらい履いてた靴下あればくださいみたいな感じでライブしてて一緒に写ってたんですよ。私ライブリクエストみたいなのが来て、認証したら、まあ、男の人のあれがね、物が映し出されるっていう。で、視聴者もみんなそれを見る。みんな謎の大公開えみたいな時止まってバンされなくて、まあ、私たちが強制的に再開させたけど、画質が悪かったことが幸いで、ちょっといい感じにモザイクみたいなね。でも物はあるみたいな色ともう形で判断、ね、そう。帰ってる時にすいませんって言われて、その後暇ですかって言って、それ出し始めた。弱くない？え、答えてないのに。そう。え、もういいです、いいですって言ってんのに、出し始めて、気がついますよって言われて。やばいね。思い出したくないことを思い出した。前に渋谷を一人で歩いてて、ミニスカみたいな感じだったんですよ。まあ、格好もまあ良くなかったなって思うんだけど、おじさんが歩いてて、なんかついてくるなみたいな思ってたんですよ。こうやって後ろ振り返りながら行ったら、交差点の下が二人きりになるとかで、そこでなんか声かけられて、ナンパかなって思ったら、手に50万ぐらい持ってて。すごい。で、なんか、こうやってやられたんですよ、50万って。え、何ですかみたいな。え、とりあえず受け取るみたいな感じで、だから一応ね、手をこうやってやったら、手を掴まれて、これはまあじゃあ、ことが終わってからね、みたいな感じで言われて、え、みたいになって、そのままね、結構強引に、それの前で逃げました。遊んだわ。隠したら浮気。嘘ついたら浮気。してたんだよねって言ったら、もう浮気じゃないのって言ったら。まあ、された場合とかもあるじゃん。されたらいいの？嫌だけど、理由を聞くとりあえず。そうそう。隠されたらもう浮気。ご飯行かれてもいいんですか、私は別に。でもちゃんと言ってほしい。なんかもう好きだから、ちゃんと。メンヘラだから。怒るし、嫌だし。SNS もやめさせるし。そうそうそう。全部やばいよね。
暇を一回ね、言いながら笑わないで暇を一回54個って言ってたから、何で54個なの？数えたら、ね、54個すごいです、この執着愛が体中心ってことでしょ、本当にメンヘラなんですよ。あと、わかんないじゃん、どこ隠されて、うん、あってかかるのから背中に自分の Y っていう字をスマで折るっていうのが怖い怖い怖い。いや、なんかね、写真は撮ってるんだけど、見つからないな。え、Tinder やってた？あってはなかったね。本当に連絡を不特定多数の女性と取ってた。あと元カノと連絡取ってたとか全然ありました。多分あってましたね。見ちゃって。携帯を。基本見ないんですけど、怪しいなって思っちゃった人とか、明らかに優しいなって思っちゃうと、ちょっと見ちゃう。寝ない。浮気はしない。ムカついたら、まあね、飲みに行くぐらいです。で、飲みに行った先で男女で飲むのは浮気じゃないかなと思うんで、私は無理です。体からで、ほんと逆だよね、うん、この子はちゃんと多分その一般論で同じだと思うんですけど、その相性を見てから付き合うタイプでいける人だよね、別に、うん、で、それで終わりなら終わりでいいしみたいな感じだよね、うん、今の彼氏はそうなんだ。あ、そうなんだ。めっちゃ気になったの。あ、そうじゃん。もう元カノ全員浮気で別れたんだって。だからもう全部やってない。Twitter もやってないし、インスタもやってないし、もう全部アカウント削除した。高三めっちゃ遅いの。え、私もっと遅いよ。多分第一とかです。え、今の彼氏？いや、覚えてないです。違う。怖い怖い怖い。違う。わかんないなんて、お互いの認識が彼氏なのか友達なのかわかんなかった状態なんで、うん、あー違う、相手は全然違う、相手あーでもそれはそうかも、喧嘩あったから助けられたとこはあるくない、だってどっちもあるってなんか、うん、合ってんのかもわかんないみたいな、リードしてほしい、気持ちし、なんかね人気感満載みたいな、わかる、いいえ、ピース違うね、うちも家ですね、うん、絶対する相手じゃなきゃ無理、絶対する相手でした、みんな無理、やんない、うん、すぐ出してすぐ終わってなんか大丈夫ね。え、でもキスですかね、キスキスがいいわ、いやなんか汚いやばいだ、さ、金がさ関係なくない。え、だったら前儀の方がいいってこと？前儀もやだ。もうそのまま言うとき。正直言いなさい。ここは。大丈夫。これ結構ガチで嘘です。え、言っていいの？いや、そう、後で喧嘩になりそうだから大丈夫です。すみません。別れたときに飛んでたし。私マジ一人です。その人だけ。でもそれはマジだよね、うん、これは結構マジで、いや可愛かったから、ちょっと非常に気持ちよくなった、何が楽しいのか分かる、一番いい、本当に経験がなす、特にねえな急にギャルになってく、大丈夫ないの、キスがいいですね、可愛い、一回もやりたくないし週1でもさ、我慢できてるからさ、あ、じゃあ週1ぐらいじゃない、一応言うて、2回なんだよ、え、本当に1回で気持ってやってるのと触ってたら触んなよって言っちゃうのね、怖いんだけどでも、そんぐらいか、本当に2位だってした、同じじゃん、同じだね、いや、うちはさ、もうそもそも分かんないから、いや、本当オーソドックスなさ、もう本当に最初みたいな感じだったんで、ないですね。その記憶しかない。ないですね。基本いいんでしょう、ね。基本いい。いや、やっぱイケメンは良くないです。闇があるんですよね。なんかを抱えてる。でもなんか何かを抱えてる人を好きになりがちなんですけど、そういう人って大体顔かっこよくて、ほぼ完璧なんですよ。女性に対してのあれも。でも、何かあるみたいな人。多分元からやっぱそういう借金とかがあったのかなってことで、暴けたけどみたいな、人を助けてあげたかったなっていうのはありますね。
でもいつもその前に別れが来ちゃうからっていう。今まで全部そう。チャンネル登録お願いします。